こんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日は皆様からリクエストが多かった卵型キャンドルの一層式と二層式の作り方のご紹介をしたいと思います。折り方は別の動画でご紹介しておりますので、今回はキャンドルの作り方のご紹介となります。卵型キャンドルを作ります。卵型キャンドルを作るためには型がいります。型は市販で売られているこの形を使ってみます。2つに分かれていて、こんな感じでカポッと分かれています。中にゴムがあるので、ゴムをまず引き詰めます。そして蓋をします。で、蓋が開かないようにしっかりとここでクリップで留めます。こんな感じの容器になります。で、この容器の中にこのシリコンを吹きかけます。キャンドルが取れなかったりするので、キャンドルが取れやすいようにこの中にシリコンスプレーをさっと一吹き吹きかけます。次にこの中に芯を通していきます。キャンドル芯はキャンドル屋さんなどで売られているので、普通の芯を購入してパラフィンワックスをお鍋に入れてこの芯を入れます。そして耐熱の手袋などでこの芯にパラフィンワックスがついたところをこうやってしごいていくと、このような芯を作ることができます。で、この芯をこの中に通します。中にここに芯を通すところがあるので、ここから芯を入れます。芯を入れて、ここが火をつけるここのろうそくの上の部分になります。この上の部分に穴が開いているので、こぼれてこないように、これはキャンドルショップなんかで売られてる粘土みたいなようなものですけど、こういうふうに丸く作っておくと使いやすいです。これをこの芯のところにくっつけます。そうするとここからこぼれてこないです。そしてここの後ろからキャンドルを入れて、ここを挟んで固定をさせます。で、まず準備だけやります。この穴の中から線を通して、ここにキャンドルがこぼれてこないように蓋をします。これは普通の粘土でも大丈夫です。これは繰り返し使えるのでとても便利です。一応ここに型の用意ができたら、キャンドルの中身を作っていきます。今回はちっちゃな卵型のキャンドルを2個作ります。この卵型のキャンドルが 70g ありますので、これで基本のキャンドルから計算をしていきます。このキャンドルの重さに応じて材料は調合してください。で、まずパラフィンワックスが 80g、 そしてマイクロソフトワックスが 30g、 それとジェルワックスが 70g。これで作っていきたいと思います。お鍋の中にパラフィンワックスを入れます。マイクロソフトワックスを入れます。ジェリーワックスを入れます。お鍋に火をつけます。100度以上になっても沸騰しないので、温度計を入れて温度を調節しながら溶かしていきます。弱火でゆっくり溶かすのがコツです。なるべく80、90度以上にバッと高温にならないようにゆっくりと溶かしていきます。まず融点の低いパラフィンワックスから溶けていきます。キャンドルが全部溶けてしまったら色付けをしていきます。色付けをする場合は液体状の染料や固形の顔料がありますが、今回はこちらの顔料の方を使用します。少しずつ色を溶かして色味を調節していきます。きれいに色が溶けたら香料を入れます。香料は作るキャンドルの 3% ぐらいで入れていきます。で、香料もしっかりと混ぜて溶かします。材料が全部溶けてしまったら容器の中に流し込みます。この口は少し小さいので割り箸を避けて中に入れます。
容器の一番上まで入れていきます。容器の一番上まで来たら割り箸でキャンドル芯を挟みます。挟んでちょうどキャンドルの真ん中に芯が来るようにセットします。そしてこれで乾くまで少しの間時間を待ちます。だいぶ固まってきましたが、中がこんな感じで空洞になってしまいます。こちらもこんな感じで空洞になってしまうので、この空洞になったところにもう一度さっき残った分のキャンドル、これを入れていきます。中の芯はもう固まっているので、そのまま流し込むだけで大丈夫です。この上まで入れてるんですけど、あと何度かくぼむ場合があるので、もう少しこの残った分は取っておいて、くぼんだ部分に差し込んでいきます。昨日作っておいた卵型のキャンドルが出来上がっています。クリップを外します。で、下にストッパーで留めておいたこの粘土のようなものを取ります。で、まっすぐキャンドル芯を立ててあげて中身を取り出します。と、可愛い卵型のキャンドルが出来上がっていますので、この余分な部分をカットします。もう彫刻できるキャンドルなのでスルッと切れます。こんな感じです。もう一方もクリップを外して蓋を外します。で、ストッパーを外します。で、簡単に抜けます。余分なところをカットします。容器の間のこの線のようなものがあるので、ここはナイフの裏で少し削ってあげると滑らかになります。はい、ではこれの上に2層掛けのディッピングをしていきたいと思います。ディッピングをしていきます。これは前回ディッピング用に作っておいた彫刻できるキャンドルです。細かく刻んであります。白い色付けをして細かく刻んでおいておりますので、何度も繰り返し使うことができます。これをお鍋に入れて溶かしていきます。キャンドルは油なので気をつけながら溶かしてください。ディッピング用のキャンドルを100度に設定しましたので、卵型のキャンドルをディッピングしたいと思います。キャンドルの中にゆっくり入れてゆっくり引き上げます。はい、もう一個のキャンドルもやってみます。ゆっくり入れてゆっくり引き上げます。1回コートでも大丈夫ですし、濃ゆくしたい場合はこれを2回繰り返します。いかがでしたでしょうか。卵型のキャンドル、とっても可愛いですよね。ぜひ作ってみられてください。何度も作り直しが効きますので、思い切って練習をすることができます。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。